現象でした。さあ今月の先生は桜井さんと、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ前回ですね、はい、塗装の基本、基本中の基本のところから、スタートしまして、はい、いろいろその背景にあるものとかお話をいただきまして、これがまた非常に、ご好評いただいております。ありがとうございます。で今回はその実践編と、実際に、塗料を使って、どういうふうにやるのかというところを、お伺いしたいなというところなんですけれども、はい、はい、僕もねちょっと手応え的にどれぐらいのところまで戻ってというかね、はい、こうやっていいのか分かんない部分とかもあるんで、もう本当にもう最初の最初に戻っていただきたいんですよね。じゃあやりながらちょっといろいろフォローいただいて、はいはい、まあ一般的なね、前回も話しましたけど、はい、ラッカー系、はい、溶剤系、アクリート、うん、はい、であとは、アクリル塗料、はい、水性のやつ、はい、水溶性のアクリル塗料、はい、あとエナメル系ってあるんですけど、はい、まあ大体基本塗装に使うのは皆さんそう、ラッカー系というやつ、はい、そうですね、うん、まあ今回はもうラッカー系で統一していきましょう、はい、ラッカー系、はい、いわゆる油性アクリルですね、油性アクリルですね、前回学びました、はい、はい、で、大きく分けると、はい、まあミスターカラーとガイアさん、はい、2つ出てるんですけど、今回はじゃあちょっとガイアさんで行ってみようということで、はい、はいはい、それでですね、はい、じゃあどうしようかってことなんですけど、はい、まあ、エアブラシで拭く時の話からやってもいいんですけど、はい、もう筆でまず塗るということ、そうなんですよね、まあ、エアブラシ、我々ももうだいぶ慣れてエアブラシ使うのは結構当たり前になってきてますけれども、うん、プラモデル自体始めたのがもう最近だよっていう人はもうもちろんエアブラシ持ってない方も多いんで、うん、はい、そういう人たちがまず最初に一番用意しやすいものとしてはやっぱり筆なのかなね。だから、ラッカー系と筆塗りっていうところ、はい、もうから始めていきましょう。はい、はい、お願いします。で、また、この間のところに戻りますけど、これが、ラッカー塗料ですね。はい、ブライトレッドとサンシャインイエロー。はい。はい、まあ、これ、小瓶のタイプ。はい。まあ、番号若いんで、はい、まあ、基本色って考えていきましょう。はい。はい、よく使いますよ、はい、このブライトレッドとサンシャインイエロー。ね、はい、で、こっちが大瓶。はい、大瓶なんだけど、これは EX って、ちょっと上級な塗料なんですね。はい、うん、あの、光沢感があったり、はい、あの、艶消しはより艶消しになるという感じで、はい。さて、これ筆塗りの時に、はい、まあ皆さんどうするか、なんですけど、うん、こうやって塗っちゃダメなんですよ。うん、ああ、うん、はいはい。でも最初やっちゃいますよね。やっちゃいがちなんですよ。はい。うん、で、何がダメっていうよりも、はい、まずこの中の塗料の濃さっていうのが全然わかんないじゃないですか。はい。あとはちゃんと攪拌もしてるかどうかっていうのもあるから。うん、そうなんですよ。中で分離して、中の成分沈殿してるんですよね。そうなんですよ。今これこんな色ですよね。はい。裏側見ると結構白いですよ。白いですよね、うん、だからこれそこまでまず綺麗にかき混ぜようという話から、はい、つまりこの白い粉と、うん、黄色いインクが混ざり合ってこの塗料になっているっていう、それがちょっと分離している状態ですよね、うん、あのインクというかどうか、まあ色によっても違うんですけれども、はい、あの中に入っているものの比重が違うんで、はい、どうしても長い間ほっとく間にこう分離して、はい、重いものは沈んで、はい、軽いものは上なんで、はい、ちゃんとそこまでかき混ぜて、それで初めてこの正しい色になるんで、はい、まずは攪拌です。まずは攪拌、まずは混ぜること。ね。はい。まあ、攪拌用のスティックみたいなのよく売ってますよね。はい、耳かきみたいな金属製のやつもあれば、はい、こういう、樹脂製のものもあるし、はい、ありますね。あと、ただの棒みたいなのもあるんですけど、はい、ちょっとね、何か引っかかりがある方が、はい、ただの竹串とか、はい、ああいうやつよりは、こそぎ落とせやすいんで。あと、電動のやつありますよね。あ、ウィーン。ウェーブの。はい、あります。あれすげえ便利なんですけどね。あ、使ってますあれ。あれ使ってます。ああ、本当ですか。あれね、先端のプロペラがすげえ考えられてて、はい、あんなの入れたら絶対バッチャバチャに飛ぶかと思ったんですよ、最初。はい、全然飛ばない。そう、波が起きるか起きないかぐらいの微妙なところで混ざるんです。もうあれ愛用ですよ。あ、そうなんですね。うわ、顔。まあ、でもね、まずは、はい、基本はアナログで、手作業で。はい、いや、まずこれ突っ込んで、はい、そこのね、この白い部分、はい、ここをこう、こそぎ落としながら、こう、上と、ほら、だいぶ色違うでしょ、うん、一番下の方と、はいはい。そうなんですよね。なんか、色味、こうやって混ぜたら、うん、その、最初に見えてた色から全然違うのがありますよね。で、これをきちんとやらないと、はい、本来のこの塗料、メーカー側が意図した色味にはならないので、はい、
で、そこですよね、まず。はい、あともう一個大事なのは、ここのヘリ。ヘリ、うん、ここがね、普通の棒だと届かないんですよ。はいはい、角度なるほど。だからこれ、ほら。なるほど、そこに。この角が、こう。ちょうど、これが。だから本当にね、完全に混ぜないと、はい、やっぱり正しい色ではないんでね。はい、これでまあ混ざ終わった、はい、ね、あよくこうやって振るしているでしょ、はい、振っても中にボール的なもの、はい、金属球みたいなのが入ってないんで、はい、全然混ざらないので、そうですね、うん、やっぱり棒で混ぜましょう、はい、それ用の、混ぜるためのちっちゃい球も売ってます、ね、スチールボールみたいなのもあるけど、はい、でもね結構こう、はい、売ってる塗料って硬いんですよ、はいはい、あれぐらいではなかなか突破できないんですよ、はい、あの下の固まってるやつはね、はい、うん、でじゃあこれまたいきなり筆突っ込んでやったらいいかって言ったら、はい、よくないんですよ、よくないですね、まあさっきもやったけど結構ドロドロなんですよね、はい、だから、これを割って塗りやすい濃さにしてあげるってことが大事なんですよ、はい、これまあ希釈というやつ、希釈です、そこで使うのが薄め液、はい、薄め液、うん、まあみんなシンナーシンナーって言ってますけど、はい、まあここ見ると分かるけど薄め液ですね、はい、うん、薄めるためのものなんですよ、はい、でただこれねどれぐらい薄めたらいいかっていうのがそこなんですよね、これがね、はい、言えないんですよ、はい、で、うん、そうなんです、これ言えないんですよね、はい、ね、というわけで今月はここまで言えないっていうことが分かっただけでもね、はい、もう前に進んだんじゃないかなっていう、本当に思いました、その模型始めてまず最初に思いました、はい、あのもっと先人さんよと、はい、プロの皆さんよと数字で具体的に教えてくれよって思って自分でやり始めて分かってきて、はいはい、あ言えなかったんだっていうのが、そう今 Q さんが言った数字で、はい、数値化できないっていうのに理由が2つあるんですよ、はい、まず1つはどれぐらいが塗りやすいかっていうのはもう人の好み、はい、うん、はい、そうっすね、まずそれが1つ、はい、あとはこの塗料が色によってもそうだけれども、はい、その状態生産されてからどれぐらい経ったかによって、はい、このドロドロ感粘度が全然違うんですよ、はいはいはい、昨日出荷されたばっかりのものと、はい、1年間お店でずっと陳列されたものだと、うん、はい、中の溶剤の揮発が違うんで、はい、そのドロドロ感が違う、はい、厳密に言うと色ごとにやっぱ若干違いますよそれは、うんうん、だからそれに合わせた割り方をすると、そうですね、はい、お皿なんですけどね、まああのクレオスさんでも出てるし、はい、ガイアさんからも出てるし、はい、あとは万年社っていうとか、はい、こういうタイプのものも出てるんですけども、はい、まあ何でもいいですよ、樹脂のやつだと乾いてからペリって剥がすこともできるから便利ですけど、はい、ちなみにこれねやっぱり結構動いたりするじゃないですか、はい、僕これステンレス皿にあのこのマグネットのこれ、これで俺でこれで、うん、これで動かないんで、うわー、はい、これいい、これでこぼさない、こかと思ったらこれがちょっとこれごといくんですよねこうやった時にカシャーのくっさなんだよな。じゃあ行ってみましょうか。はい、はい、とりあえずね、まあここに、まあ、原液を出して。なるほど。そうやってシャッてやるんですね。あの、はい、こうちょっと筆とかで伝わせたりとか。いろんなやり方があると思います。はい、まあこういうので、こうやってやって、はい、ここを伝って垂らしていく、はいはいはい、うん。あれでもいいですけど、はい、まあこれね結構ドロドロだから、はい、いけるだろうと思って。これ薄いやつだとね。うまくここに行かないでバシャーっと行っちゃうから、はいはいはい、そうなんですね、あとあの、ま、塗料の瓶の横にこう線がね垂れたりとかねやっちゃいますけれども、で、あの今これお借りしてきたやつなんだけど、はい、やっぱりねここは拭いた方がいいっすよ、あ、うん、パリパリのカチカチになっちゃう、これがくっついてね開かなくなったりするんだよね、これが本当にねっていう、ただまあ今瓶から出した状態、はい、こんなですよ、はい、ドロッと結構ドロッと、はい、まあこれで塗るっていう人もいますよ、はい、うん、一気に色が乗るんで、うん、安心するじゃないですか、うん、けどこの濃さは絶対ムラがすごいですよね、これもね塗り方にもよるだろうけれど、ああいけるんですか、やっぱあの、ね、テクニックが、あとは色にもよるし、はい、うん、僕赤や黄色、ね、この感じで塗っちゃったら、うん、筆でシュッてやった瞬間に両サイドがやっぱもう厚みが出ちゃうから、僕は無理ですね、そう、うん、
で、じゃあその時に薄めるのがこの薄め液なんです。薄め液。これもね、ドボドボってやると絶対ダメなので、はい、今ね、ガイアさんだと専用の、はい、あの、なんだろうね、あのちょっととんがり帽子。とんがり帽子。はい、とんがり帽子ね、穴。うん、あれ出てますけど、はい、買ってこようと思ったら、あれだけ売り切れます。あれはね、すいません、もう、秋葉原のはもう僕が全部買いました。あ、そうなの？はい。さっきの秋葉原のあの、とんがり帽子もう僕が全部買いましたんで、もう秋葉原にはないと思います。はい、迷惑ゲームで。爆買いもで。爆買いもで。まあ別にあれじゃなくても、はい、あれはどっちかって言ったらエアブラシとかに入れるのに便利だったりとかするのね。うん。スポイトがいいと思いますよ。なるほど、うん、これが一番、細かく調整できるので。ああ、うん、安全ですね。でね、ここにね、ラッカーとかエナメルとか、書いといた方がいいですよ。はい、あ、同じの使っちゃって。ちょびっと残っててやると結構分離するんで。はい。うん、で、これを。こんなもんかな。まあ、やりながら、はい、あ、これの方がいいです。ドバッと入らない、はい、はい。で、それぐらいでやった方がいいですよね。うん、どうしても、はい、普段もう僕らエアブラシで塗ることの方が多いので、はいはい、ラッカーなんか特に、うん、その感覚で希釈しようと思ったら、うん、もう筆塗りではもう全然色乗らないぐらい希釈しちゃうんですよね、はいはい、もうちょっとのつもりでも。確かに確かに確かに。そう、今も僕、はい、こんなに真面目に塗料山の中で希釈したのが、はい、多分10年ぶりぐらいちょっと記念日自分でもどの程度がいいかがよく分かってないです。はい、うん、久しぶりに思い出してます。よくエアブラシだと牛乳ぐらいなんて言うじゃないですか。牛乳よりは全然濃いですよね。はい、うん、牛乳よりは濃いですけど、それって何回も重ねる前提ですね。うん、一回で色のせようとすると、うん、もう、これだと全然色乗らないんですよね。薄いですね。はい。うん、でも、それぐらいでやんないと、うん、めっちゃ筆目が出てくるんで。そう、ダメな時もあるし、はい、そうだったりとかするんでね。で、例えば筆塗り、昔から言うのはこれぐらいの濃さで、はい、縦に塗って、横に塗って、斜めに塗ってっていうんで、ムラと、はい、隠蔽力というかね、その、はい、均一感を出していこうっていう。はい、その当時からやってたやり方でとりあえず一回やってみましょう。はい、はい、でまあここでも塗ってみましょうか。はい、まあこれ平らな戦車のシルツェンですね、はい、使わなかったのはこれ便利なんですよ、こういうのに。ああ、確かに、うん、確かに使えますね。うん、本当にこれ使わないとね、はい、もうこんなに律儀な四角とかプラ板みたいなことないんでね。そうですね、うん、とりあえずベタ塗りだったら適してるのが平筆です。はい、で筆の話はまたやりましょう別に。はい、うん、で本当はここまでつけない方がいいです。あ、根元ですよね、根元まで。うん、はい、今混ぜたらいろんなことやっちゃったから、はい、まあよく言うのは筆の3分の2程度、はい、あ、そんなにつけます？僕3分の1ぐらいしかつけない。うん、そう、もうそれも人それぞれ。はい、まあ、とにかくこの金属のとこまでやったら、はい、これはもう初心者ですよ、本当に。あそこがね、固まって埋まるんですよね。うん、そしたら、そのシンナーとか塗料とかを筆が吸い上げなくなるんですよね。そうですね。うん、で、はい、まあ、とりあえず平筆がいいと思います。はい。これも好みなんですけど。はい。それで、まあ、さっきの言ったように、まあ、縦に。はい。昔からよく言われてたのはこういう。はい。ここちょっと待ってね。一発目は。一発目ね。当然発色してないじゃないですか。はい。はい、これで発色しないカラスって何度もやると結局堂々巡りなんで、これちゃんと乾かしましょうって話ですよね。うん、まあ乾くのにね、その5分かそこらあればこの薄さだったら全然大丈夫ですね。はい、あ、ここ薄くなったからっつってそこをもう一回やると余計そこ薄くなったりするんですよ。もう無限ループに入ってくるんで、うん、分からない人はやるでしょうね。でもやるよ。なるほど。はい、あと今こう桜井さんなんだけど、はい、うん、これやってこう、ここでグインって剥がしちゃうの。そうね、昔の親父とかがね、プラモで塗ってみろっつって、うん、はい、塗り方教えてやるっつって。昔の頑固親父みたいな。そう、ほんと、なのでプラモデルを塗ってみろあとペンキ屋さんが意外にやるんだよね、看板とか書いてる人が。ああ、筆返しとか。あ、そうなんですか。うん、いわゆる筆返しっていうのは、はい、こう塗ったら、反対側にもほら、ついてるでしょ、はい、だからもったいないからってこうやるんですよ。あ、この、
あ、うん、見たことありますね。電気屋やってる気がする。確かに。あの、多分看板みたいな大きいものをこうやってやるよりは、この方がっていうことなんじゃないかな。ああいうのは、それこそ少々筆目があっても、はい、うん、きちっとレタリングした文字がね、はい、プラモデル部とか書いてあれば、少々ボコボコであっても筆目が残ってもいいんですよ。はい、僕らは絶対それダメじゃないですか。はい、そうすると、この筆返しっていうのが結局溜まるんですよ。返し部分に。そうですね、うん。これはいけないんで、必ず一定方向に。うん、返した部分が、その寄せられた部分は塗料たまるし、その返した勢いの部分は塗料削れるしで、うん、めっちゃ目立つんですよね、そこ。速度が落ちるっていうのもあるんで、必ずこういう風になっちゃうんで、これはダメですね。若干早いですけど、やってみましょう。はい。はい、2回目ですね。じゃあ今度は横行きますね。はい。うん、ああ、やっぱ綺麗だな。いや、そうでもないですよ。もうこんなのやるの、10年ぶりとりあえず最後が言ってないな、はい、はい、これ2回目ですね、はい、まあ、さっきよりは、はい、綺麗にというか、はい、発色しながらも下地も隠せてきて、はい、うん、要は赤とか黄色っていうのが、これでも十分発色してるんですよ、はい、ただなんで発色しないかって言ったら下の色を透けさせちゃうから、はい、発色できてないんですよ。つまり、どれだけ隠すか。隠蔽と言ってね、はい、下を、うん。隠蔽って言葉だとなんか悪いことしてるみたいですけどね。そうですね、うん。下を覆い隠してるってことですからね。はい、まあ当然赤とか黄色、まあ代表的なもので、その力は弱いので、2回3回塗って、きちっと下のプラスチックの色を、消していきましょう。隠蔽していきましょうっていうやり方ですよね。はい、やっぱりその筆塗りの時、その塗料の濃さとか、うん、あの力加減、あと筆の運ぶ速度によって、うん、全部変わってくるじゃないですか。あのためらうとやっぱりね、それだけ、うん、それこそこうやってや慣れてくればこれでもいいのかもしれないよ、はいはい、うん、でこれとこう恐る恐る、はい、ああもう溜まっちゃった、こうやって塗るのとでも全然状況が変わってくるんでね、うん、まあ正直言うと手早く塗った方がムラにはならないです、はい、うん、ああそうなんですね、うん、僕はだいぶ遅いです、もっと、あ本当、僕多分もっと筆に含ませてる塗料を少なめにして、あでしょ、うん、ギリギリのところでゆっくりこれぐらいの速度で撫でていく感じで、あの置いていくっていうか均等に置いていくのを意識する感じで塗るんですよね、うん、だから今みたいにシャッシャッシャッっていう速度じゃないんで、うん、あこっちの方が速くて綺麗なのかって今ちょっと、いやていうか哲夫さんの塗り方がもうやっぱりかなり筆塗りはかなりのレベルまで来ちゃってるじゃないですか、はい、あいえとんでもないですけど、うん、タッチすらそのちょっとしたね、はい、そこすら味にできてるぐらいだから、はい、俺昔の頃とかっていうと割と分厚めに、はい、もうね塗るというよりここにそれこそ塗料を置いていくみたいにして、はい、うん、昔ね、うん、本当にこれでじっくり乾かしちゃうみたいな、はい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 、うん、割と、あ、うん、なるほど、今モリモリっちゃう感じぐらいの塗り方をしてた時期もあるから、でもちゃんと持ってたら意外と収縮して、うん、ギュッと締まりますよ、うん、ね、今ねこれ結構ほらひたひただから、はいはい、あれに見えるけど結構これが散ってくるんで、はい、まあ、ちょっと置いときましょう、はい、収まるんですよね、ぎゅーんと落ち着くんです、うん、傾けて置いとけばそれは溜まっちゃうけど、はい、全く綺麗に置いとけば均等に、あのあれと一緒ですよね、あの乾燥布とか、うん、ブワーって吹いた時にすげえボテボテになっちゃったと思っても、うんうんうん、ちゃんと乾いてみれば結構きちっと、はいはい、締まるような、マークソフト扱ったデカールみたいなこれ大丈夫かって乾燥すると大丈夫だったみたいな、ソフト扱ったデカール不安になりますよね、シワシワになっちゃったって言ったあそこ触っちゃダメなんですよね、これ絶対もう戻んねえよくちゃくちゃくちゃってなっちゃうんだよな、はい、じゃあ、はい、ちょっと時間前だから行ってみましょうか、はい、じゃあ3回目今、はい、ちょっとこうやって光に当てるとなんとなく、はい、縦と横の、はい、じゃあ今度斜めに軽く目が残ってるぐらいの、この角度ぐらいでいってみましょうか、はい、うん、なるほど、めっちゃ綺麗だな、ほこりくっつって、はい、まあほこりはまたちょっと別問題なんで、うん、今はいいとしましょう、
2回目やるとこういうことなんですよ。ね、ああ削りましたね。今ゴミを取ろうとしたら大失敗だったね。うん、まあこんな感じ。はい、うん、まあ3回ぐらい塗ると均一になる、はい、なので前も言ったけど3回塗りとかって書いてあるっていうのはこういうことですよね。今慌てて今ちょっと軽く削っちゃったところを慌てて何回もバーってやろうとするとひどいことになっていくんですよね。結局ねこれをこうやって同じとこやってると、はい、結局溶剤で、はい落としちゃってるんで、ね、そうそう、ま、ことになっちゃうんでね、うん、そうなんです。それよりは一回待つっていう、ね、待つっていうことですよね。薄く塗り重ねるっていうね、うん、ただこのことに関してはラッカー一番難しいですよね、うん、難しい。そのシンナーが強いから、うん、下を溶かしちゃう率が高いというか、もう少し水性とかあとエナメルとかの方が、はい、そこに関しては塗りやすい、削りにくい、薄め液としての力が強い。そう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 、乾くのも早くないですか。乾くのは早い、加熱が早いからですね、うん、それもあるよな。うん、だからこの間もお話したけど結局日本みたいな高温多湿のところでじっくり乾かしてたら水分食っちゃってダメになるんで、はい、早く乾く方が日本という風土には合ってるっていうことなんですよね。で、結局今、その話になったから、乾燥っていう話ですよね。はい、うん。で、乾燥が早いから筆目が残るんですよ。はい。しばらくほっといて、こう馴染んで広がってけば、大丈夫なんですよ。はい、うん。で、そのために、乾燥時間を遅らせるものがあるんですよ。はい。これですね。はい。リターダーというやつです。はい。うん。ね、筆ムラ防止光沢アップ、はい、リターダー、単純にね乾く時間が全然これで、はい、遅くなるんですよ。はー、うん、そうするとこれは純粋にリターダー、リターダーですよね。これはリターダー入り のシンナーとかもあるんですよ。あ、はい、ね、それがこれっすね。これブラシマスターっていう、はい、うん、これが、ブラシって書いてあるか、エアブラシ用みたいに見えるんだけど、はい、これ。ブラシですからね。うん。外野から薄め液にリターダーを加えて乾燥時間を遅くした溶剤。はい、うん。だから、これを使うのと、この普通のやつだと乾燥時間違います。うん。何割とは言えないけど、3割とか、それぐらいは長くなるんで、その分広がってくれるんで、塗料が。うん。で、こっちついでだから、これ、モデレートプラスっていうんですけどね。はい、うん。これは、さっきのリターダーを加えたものなんだけど、はい、香料入ってるんですよ。はいはいはい。だから、ちょっと匂いが。うん。ああ。両方とも一緒です。はい、基本的には。内容自体は一緒、うん。うん。だから、エアブラシ使う人でもそうだし、はい、普通に使う人でもそうだけど、基本がこっちって人多いですよ。意外に。へ、はい、うん、やっぱ光沢とか出やすくなる。うん、要は滑らかになるからっていうことですよね。どれぐらい違うか実験してみます。お、はい、うん、原液を同じように入れて、はい、これで割ったもの、はい、同じぐらいにで、それで実験していきましょうか。リターダー入ってても硬さ自体は変わらないんですか。変わらないですね、うん、じゃあリターダーの方から先に塗りましょうか、はい、こっちの方が長いから、はい、今度リターダーなしの方ね、はい、まあ、これでほっとけばなんだけど、はい、せっかくだからちょっと待ってね、カメラいいですか。こうやって見てるとわかる、喋ってるうちにどん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 、はい、あ、でも、こっちはもう右はもう薄いとこからどんどん、はい、しかも右は後から塗ってるから、はい、ハンデ上げてるんですよ。はいはいはい、なるほど。あ、乾いていってるんじゃないですか。角で乾いてる。うん。で、その状態のまま乾いていくから。はいはいはい。だから、左側は乾く前に、やっぱりだんだん馴染んでいって。そうですよね。はいはいはい。滑らかになってる。だんだん塗料が平滑に伸びてってるんですよ。はいはい。うん。何やったらちょっとツヤ出てきてます。ですよね。だいぶね、これ粗く塗ってるんです。その方が、この、筆目が分かるから、はい、うん、でそれがどう馴染んでいくか分かりやすいように、うん、すごいね。あ、こんなに、こ
こうなってくると断然もうあれだな、ちょっとリターダー、いやもうリターダーはないと僕は筆塗りできません。ですね、うん、いや僕も思いましたよ。で、塗料にこれ混ぜるとき、はい、これも説明書に書いてあるんですけど、10% 程度、10% 以下って書いてあるかな。20% か。筆塗りの場合は 10% 以下、はい、スプレー、つまりガン拭きの場合は 20% 以下ぐらいにしてくれっていうことなんで、まあ、ただね、そんなに悪さするもんじゃないんで、うん、まあ 20% ぐらいは入れても入れちゃっても大丈夫、大丈夫なんで、まあそれこそやっていろいろ試してみるのが、はい、うん、いいと思いますよ。まあもう大体価値は見えましたね、はい、そうですね、うん、はい、うん、もうまあこれぐらい違うので、あと、はい、うん、筆塗りがなぜ苦手、はい、それこそムラになるから、でムラが原因だと思ってる人はもうこれ必須です、はい、うん、リターダー、リターダー、うん、でもしくはリターダー入りのシンナーで最初からやってしまうっていうことですね、はいはいはい、でもこれだけで全然違うので、この動画が上がった次の日にはもう全国からリターダーが消えているんじゃないでしょうか。急いでください。あとはね、もう一つやり方としてね、まあ、これさっき僕が、はい、いけてるかな、あ、うん、もう書いてます、あの割と適当にボテボテって塗ったやつ、はい、この上からね削るんですよ、軽く1500番ぐらいとかで、それでムラを消していくっていうのが最近のやり方、はい、ゼロにはならないじゃないですか筆ムラって、うん、だとしたら2000番とかで軽く研いで、うん、っていうのもいいんじゃないっていうのが割と最近の考え方ですよね、うん、でそれ以上平滑に、はい、塗ったのをあれするんだったらもうスプレーを使うとか、はい、エアブラシに進むとか、うん、むしろこのムラをムラと取らないで、はい、タッチですよ、はい、うん、味としてやっていくか、もう横山さんなんか完全にそういう感じだからねあれが指とかも使いますもんね、うん、だからムラのない、模型なんか面白いのっていうぐらいの感じで行ってくるから、でも筆塗りに関しては僕はそう思います、うん、あの本当ムラをなくすことが最頂点っていう見方したら、うん、エアブラシには絶対勝てないですから、勝てないし、うん、はい、だからあれすらテクスチャーなんですよ、はい、うん、ただエアブラシには出せないような筆目の豪快な表現とかできる、うん、もうちょっとエアブラシでは難しい表現ができるんで、うんうん、そういう意味でその筆を楽しむんだったらもうあまりその平滑平滑だけにこだわるんじゃなくて、うん、もうちょっといろいろ遊びたいですよね、うん、絶対その方がいいとは思います、はい、で、そう思う、そういう風に言うことによって失敗した時のごまかしも聞きやすいじゃないですかそう、はい、うん、ほっとしてます、うん、こういう表現なんだよって言えるようになる、ね、はい、言えますよね、はい、これやりながらですけど他の種類がいろいろあるんでね、ちょっと、はい、溶剤の種類の話ちょっと軽く聞きましょうか。あ、ぜひお願いします。今筆洗ったのがこれです。ツールウォッシュっていう、はい、うん、まあツールウォッシュなんで本当に道具を洗うためのもので、ちょっと強いです。ツールクリーナーとも言いますよね、うんうん、はい、要はカチカチに固まっちゃった塗料とか筆とかでもこれで溶けますので、はい、うん、で匂いもかなりきついものが多いですよね、うん、多いです、うん、はい、これガイアさんからもマイルドタイプも出てますけれども、はい、はい、なんかねそれは今日知ったんです私。あ、そうなんですか、うん、これですね、番号13番になってるんですね、はいはいはい、でっかいボトルしかなくてマイルドツールウォッシュ、はい、うん、で洗浄力は同じでその匂いのところが香料が加えられてちょっとマイルドな感じになっていると、うん、でね、あとこれはやっぱちょっと一つ言っておきたいことがあって、はい、何でも筆だってたら、はい、まあ若干大丈夫だとは思うんだけれども、うん、エアブラシなんかの、はい、まあそのカップの中を洗浄して別の色をやろうっていうたびに全部、ツールウォッシュでやってたら痛みますからね。あ、うん、パッキンがやられますね。そう、うん、チャンバーパッキンとかあの辺がやられちゃうんで、はい、これは割と大掃除の時ぐらいとか、今日の塗装終わりみたいな時、はいはいはい、うん、僕そうしてますね。うん、一日の終わり、はい、その色を入れ替えたりとかするたびにやってたら、はい、で筆も一緒なんですよ、うん、やっぱそれなりにダメージはあるので、はい、高級な筆であればあるほど、はい、それなりにやっぱりパンチは食らってるので、はい、うん、はい、で普通の溶剤でも十分落ちます、はい、カチカチになっちゃったのとか、はい、ちょっと時間が経って落ちにくいものの時にだ
つぐらいの方がいいとは思いますね、うん、筆は本当にあのカチカチにさせないことですよね。そういうこといや本当筆カチカチに1回なったらその後落としても、はい、あのもうダメージ受けた後でこんななっちゃう、はい、もう元には戻らない、戻んないんですよね、うん、だからあのブラシエード的な、はい、トリートメント剤とかああいうの使っても、はい、もうダメなんで、はい、あのリンス的なものを使うと一旦こうはなるんですけど、はい、最初の時の新品の時のあの味も戻んないですよね。戻んないです、うん、だからやっぱりどうしてもね道具なんで徐々に傷んでいくしダメになるし寿命は来るんですよ、はい、どれだけ寿命を伸ばしてあげるかってことだと思います。せっかくだからちょっと溶剤いろいろラッカーのやつでもあるっていうのをだけでも紹介しておきましょうか、はい、こちら来ましたね。はい、ナスカブランド、はい、直樹プロデュースのね、はい、直樹って呼びしちゃいけないね、はい、呼びしちゃい直樹くんプロデュースの、はいまあいいじゃないですか。公の場所だから。うん。直樹プロデュースのやつで、はい、シンナー強いんですよ、はっきり言うと。このプロデュースシンナーは、すごい使いやすいです。僕、特に、ガイアさんのサフに関して、うん、このプロデュースシンナーとの組み合わせが最高だと思うんですよね。あ、そうでしょうね。で、ガイアさんのサフが、ちょっと使いづらいっていう人が、たまにいたりとかするんですけど、ちょっとなんかザラつきが出たりとかするって言うんですけど、で、それは多分シンナーが僕は弱いと思ってて、このプロデュースシンナーと合わせてちょうどいいような感じでサフも多分調整されてるんじゃないかなっていうぐらい、僕にとってはこのプロデュースシンナーとガイアさんのサフの相性がすごくいいなって、うん、単純にやっぱ強いんですよ。だから食いつきがいい、はいうん、で僕はねこれもそうだけどこれより強いの求めるときは、はい、さっきのツールウォッシュ、はい、あれ混ぜて拭いちゃいます、あ前に言ってましたね、はい、拭いて濡れて、はい、ちゃんと乾けば何でもいいんですよ、はいうん、そんなに簡単に溶けるもんではないので、うんツールウォッシュでも結構溶けませんか。いや全然僕はやりますよ。あ、うん、あこれも本当にいいもので、はい、ちょっと癖になる。そうですね。うん、で使いやすい、こちらがメタルマスターじゃないメタリックマスター、はい、メタルマスターって言ってるからいつも、うん。これはメタリック塗料専用のやつですね。はい、うん、より綺麗にっていう感じにはこれ流動性が高いっていうことですかね。とあと乾燥時間でしょうね。うん。うんただね、僕はね、はい、これほんと僕の吹き方よ。これが悪いって言ってるわけじゃない。はい、木村さんなんかも、はい、もう、このメタリックマスター使ってやればビカビカになるじゃないですかって言うけど、はい、俺これより普通の方がうまくいく。はい、ああ、そうなんですよ。感覚ですね。感覚。うん。はい、吹き方とか、はい、エアーツとかに癖があるので、はいはい、希釈率とか。逆に言うと、一般的な基礎的なことをやってればこれの方が間違いないですよ。僕がやってるのがありうすぎてこの枠から外れちゃってるんですよ。もうそこはもう癖ですもんね。もうそういうところなんで、はい、うん、だからすごい高圧で遠くから吹く人もいれば、うん、低圧にしても近くで吹く人もいる、うんで、うん、ね、低圧向きの感じはしますよね。そう、あそうか、だからかな、わかんないけどね、はい、締め切りが近かったり、ここ失敗しちゃいけないって時に、だからこそメタリックマスター使おうってやると、遠回しちゃったってあるんですよ。うん。失敗しちゃダメな時こそやるんで。メタリックマスターってちょっと、このメタリックマスターに、頼っちゃう吹き方した方がいい感じ。そう。ね、本当にそうかもしれない。これを使う時は、だから、こっちに、どっちかって合わせる感じ、はい、うん、俺のやり方、俺の流儀についてこいみたいなことをやると、俺みたいなことになっちゃうんで、うん、それ確かかもしれない。はい、だと思います、うん。でね、あとは、あんまり知らないと思うんだけど、まあ、メーカーもいろいろあるじゃないですか、はい。一応持ってきたんですけど、まあ、これ。ああ、はいはい。こうやって並べていいかどうかわかんないけど、並べますね。いいです、もうどちらのメーカーさんもいい人たちです。うん、そうです。例えばね、はい、これ。4種類混ぜると色違う、変わりますからね、はい、あ、そうなんですか。意外に知らないけど、はいはいはい、うん、発色変わりますよ、うん、あ、でもよく言いますよね、うん、やっぱりそこの
メーカーの専用のシンナー、はい、おすすめしているシンナーを使ってほしいっていう。これは僕が言うよりそれこそガイアさんのマスクさんとか社長さんとかに語ってもらった方がいいと思うし、僕は確認してないけど、おそらくこれとこれが一番本来の色になるはずです。それに多分調合して作ってるはずだと思う。はいはいはい、うん、だから食いつきよくするためにこっちにするとか、はい、あと別のメーカーのものを混ぜるとか、はい、まあモデレートの場合、リターダー入りの場合、リターダーはそんな悪さしないだろうけど、はい、まあこのメーカー変えたり、あとはいろんなとこあるでしょ、はい、ピュアシンナーだったり、はい、オンペイントさん、はい、あのあの辺とかとやると特に赤は顕著に違う。そうなんですね、うん、ただそれが悪いかどうかじゃない、それが好みだったらそれでいいと思う、はい、うん、なるほど。ただメーカーが目論んだ、目論んだって言うとまたこれ悪いみたいだけど、はい、の色味とはずれてくるので、そこ注意です、はいはい、これ、ね、先月かなのホビージャパンでも確か書いてありましたよ、うん、実は違うよっていう、はいはい、うん、ただそんな、ね、赤がオレンジになるのはそういうことはないので、はいはい、うん、一応違うよっていうことだけは覚えておいてください、はいはい、ですね。で、これからね、ヤブラシを始めてみたいなっていう感じで、うん、この動画を見られてる方はそこまで気にしなくていいと思う。あのね、まだ、うん、ちゃんと綺麗な赤出るんです。まずガイアさん使うんだったらこの基本のこのシーン、はい、これですね、はい、コンセット、クレオスさんだったらクレオスさんのちょっと塗料ないけど、はい、このセット、はい、でこれに限界を感じたら、はい、こういうの使ったり、はい、こういうの使えばいいんですよ、はいはいはい、うん、そうですね、うん、基本のやつ、わけわかんないのに、はい、メタリックだからこれとか、はい、なんとかだからこれとかってやると、はい、とっちらかっちゃってわかんなくなるんですよ、はい、うん、だから何をっていうのが決まってるようなシンナーとかっていうのは、うん、それだけちょっと個性が強いっていうことなんで、うん、汎用性は低くなるんですよね、うんうん、だからもう一番オーソドックスないわゆる薄め液で最初はやってみるのがいいかもしれないですね、うんうん、絶対そう、はい、塗料混ぜてもそうなんですよ、うん、3色混ぜると元に戻すの何が濃すぎたからわかんない、はい、ただ白と黒の2色だったら白が多いと思ったら黒足せばいい、はい、黒が多いと思えば白足せばいいって戻ったりするじゃないですか、はいはい、原因が突き止められるんですよ、はいはいはい、うん、それと一緒でやっぱりとにかくシンナーでも何でも専用だからってそんだけ揃えなきゃいけないってわけでもないし、はい、うん、まずそれでうまくいかないと思ったらばそこ脱初級に来てるからその時に溶剤とか変えた方がいいですよ。そうですよね、もう一個何かしたいっていう時にね、うん、はい、いいと思います。はい、はい、じゃあおまけでちょっとこの間、はい、実験しましょうって言ったじゃないですか、はい、墨入れ、はい、この間前回の時に、はい、墨入れってやっぱりエナメルでする、はい、基本をラッカーでやって墨入れをエナメルでって話をしたけど、はい、例えば成型色生かしだったら別にエナメル使わなくてもいいかもねっていう話をしたけど、はい、やっぱりエナメルが一番墨入れには、はい、まあ塗ってもいい色なんだけど、はい、じゃあどう違うかっていうのを、はい、エナメルとラッカーとアクリルで、はい、墨入れ程度の薄さにしてちょっと実験してみましょうか、はい、ラッカーいってみましょうか、はい、じゃあさっきのブライトレッド、はい、うん、いやー流れるぐらいにすると薄いと思うんですよね。そうなんですよね。なるほどね。あ、そういうことか、入りましたね。隣座ってると思う。昔のポルノ男優。昔そんなやつ。はい。だいぶシャバシャバ、はい、シャバシャバになりましたね。うん、まあ、これぐらいですよ、はい、流れるやつね。じゃあこれ流れそうですね、はい、ここの墨のところに行ってみましょうか、はいはいはい、ピントも来ました。はい、流れるは流れるんですよ。あ、うん、あ、超流れましたね、うん、これなるべく隠蔽力の弱い赤を使ってやってるんですけどね、はい、乾いてくるとやっぱ若干変わりますよこれ、うん、色味はね、まあ、でもできるはできる、はい、できるはできますね、うん、流れてる。ただこれ赤だからまだいいんだけど、はい、さっきの黄色でやってみましょうか。これもね、だから、
黒とかならいいんでしょうけど、ちょっと変わった色を流そうとすると、はい、もう発色しない。あー、見えないですね。あー、わかんないですね。変化がない感じ。あ、よく見ると、はいはい、そうですね。黄色があるのかっていうぐらい。はい。あー、なるほど。うん、やっぱりね、薄めてもきちっとビシッと色が出るのは、はい、うん、うん、じゃあ次試しに、アクリル、アクリルですか。アクリル、はいはいはい、Qさんの好きなやつ。タビアクリル、はい、これいい匂いなんですよ。いや、あんま良くないかも。それあんま言うのなんか良くない気がします。そうか。これと、うん、アクリジョンとかってやっぱり良くないですか、一緒に。なんかアクリジョンは全然違いますよ。違うんですか。アクリジョンは、あの筆とかは水で洗って落とせるけど、はいはい、シンナーはアクリジョン用のやつがあるでしょ。あ、それを使わないといけないと。はは、実は、はいはい、アクリルが一番ね、はい、ドロッとしてる、ちょっととろみがあるので、はい、あ、とろみ、すごいとろみがある。あ、見比べるととろみがすごいですね。もう流さないでもいいでしょって話なんですよ。はい、一応流れますよ。流れますけど、遅いな。遅い、まだ真ん中。ああ、今ちょっといった。遅いね。いった。あ、ついた。遅い。遅いわ。で、ほら。いや、決して流れないわけじゃないし、ないけど、で、そんなに遅いわけではないけど、はい、それまでが早かったから、ず、はいはい、っといかない感じですね、とろー。まあ、ということなので、はい、やっぱりね、まあ、見てもらうとわかるけど、はい、例えば、勝ち組派の方、成形職員会社の方で、ラッカーで、スミレは、まあ、いける、はい。アクリルだと、やっぱ流れづらい。ですね。うん、はい。ので、やっぱり、はい、エナメルがよろしいんじゃないでしょうかという結論にはなってます。そうですね。先人たちがそういろいろ試してきて、なんでたどり着いたのがエナメルだったということで。まあ、使い方としては、大体基本としては、まあ、筆塗りのところでこんな感じですね。はい。あと、やっぱメタリックの筆塗りっていうのはね、いくらブラシマスター、メタリックマスター使っても、粒子の筆目が残ってしまうので、これはもう訓練できないとは言わない。できないことは何一つないんだけど、はい、相当難しい。いや、もう本当に筆塗りで鏡面に近いことをやる達人もたまにいますもんね。うん、もうそうなったらもうね、もうそれで食べていけますよ。はい。というわけで、はい、はい、今回の奥義に名前をつけていきましょう。はい。さあ、何でしょうかね。そうですね。はい。溶剤とか、はい、薄め液、あとブラシ。はい。ブラシ初歩というか、はい、その学ぶべきものですよね。桜井ブラシニュー、ブランニュー、ブランニューデイ、桜井ブランニューデイ、出かけてきた。シンナー、シンナー入門、シンナー、なんか悪いことする。これ広い意味で、はい、ブラシマスター桜井ってわけです。ああ、はいはい、ね、はい、じゃあそれでいきましょうか。はい、はい、というわけで今回の奥義はブラシマスター桜井でございます。ぜひ皆さんもやってみてください。以上、プラマ奥義伝承でした。なんかそんな大切な商品名みたいな、はい、今月のモコンちゃんはここまで。みんな楽しんでくれた？ブラシマスター桜井、ためになったね。モコンちゃんも意外に基本が分かってないとこあったから、めちゃくちゃ参考になった。じゃあまあ、チャンネル登録と高評価もよろしく。じゃあねー。